はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。ちょっとね、浮き系の構築の中でハピナマコって僕使ったことなくて、ずっと使ってみたいなと思ってたんで、ね、使っていこうと思います。まあ、なんで今まで使ってこなかったかっていうと、シンプルに育成するのがめんどくさかったね。最近やっと、今日もう作っていきなり動画をね取り出すっていうインスタントハピナマコです。で、この試合はハピナマコ投げていいかな。で、それ以外のもろもろ、ハピナマコと怪しいところ全部ランドロスで、ちょっと対応効いてるから、まあ、ランドから入るのが最も無難なんじゃないか。威嚇入るし、あ、威嚇入っても関係ねえわ。いや、でもまあ。威嚇で、ね。なんでもないわ。そういえば天然で、相手の餌があっても関係ないんだったね。そういえば。ちょっと困ったことになってきたな。あー、でもランド投げないとさすがに地箱ゲロだよな。あー、ドラパでいいか。ドラパ。あったらハピから入るべきだな。ハピー、ナマコ、ドラパでいこう。ノラゴン、さすがにこれじゃないと処理できないよな。ナマコ節のところが、ドヒドイでの感覚がどうしてもあるね。アシレから来た。この、どうなんだろう、まあ、使い慣れてるから、多少分かりやすくてっていうのはあるのかもしれないけど、ハピナスが結構やっぱり、強いんじゃないかな、この構築で言えば。まあ、身代わりから入ってよくて、うん、これで、はいはいはい。まあ、地箱が、ハピナスに強いやつでしょ。プレスがあるか、身代わりは別に構わないかな。されても身代わりあるんだったらこっちのやりたいことに持ち込んでいけるから、とりあえずこっちとなんか引いてくれ。トラダで天の恵みながら4割5方やなんか引け。ういっ、いけ、いけ、焼け、焼くのが一番でかい。ふっ、焼いて、いて、はいはいはい、クソ余裕になったわ突然。ちなみに、まあ、地箱にはなるべくランドロス投げたいけど、プレスがやばいから、ハピナスにとっては。その時は、まあ、ドラパ引きで、多少ね、身代わりあっても、まあ、ハピナマコって身代わりに弱いなって思ってるんだけど、そこをケアするためのね、ドラパルトなんですよ。で、こっからだなぁ。足でいるからハピナス削る理由全くなくて、まあ、黙ってれば地箱は死ぬ。で、最後のところに強引にダイマックスキルの含めたら多分何でも処理できるでしょ。あ、身代わり連打でいいかな。相手もまあ、いや、でもプレス、あれなんだね。焼けてるプレスでも壊せるんだね、身代わり。まあ、焼けてなくて麻痺だったら麻痺待ちしてトラード打って削ってっても、6億年繰り返していくだけだから。まあまあまあ。あとプレスに、こっちドラパルト投げれるから。ここドラパ投げでいいか。まあ、身代わり考えると、あいつプレス打ち続けないと、ハピは身代わり残っちゃうから。ああ、もうちょっと削ってから引き、いや、まあいいか。で、相手ダイマしてくるなら多分ね、詰め切れるんじゃないか。ここの、そう、この次に、相手がダイマックスしてくるんだったら多分詰めれると思って、いて、まあ放射で多分いいと思うんだよね。あとドラパルとか僕結構好きで使いたいなと思って持ってきたっていうのはありますね。足霊、この足霊があと何にしてくるかだよな。でもハピナスに勝てないと思うけどな、さすがに。まあここはハピナス申していいでしょ。瞑想あってお店こっちも瞑想すればいいから、まあ、さほど困っていなくて、ハピードラパっていう、あれを、崩せないんじゃないか。普通にムーン4。どうぞ？ねえ、どうぞとは言ったが、どうぞとは言ったが、それは、結局ここ身代わり残るからな。ドアがいても壊せないでしょ。なんかあるか、壊す術が。ムンホだよね。
壊せるわけがないため、あとね、なんかハピアスちょっと S を振ると結構抜ける範囲があって、フリージョンに頼らずにね、いろいろケアができるっていう、ここは頭を生んでよくて、ムンフォくらいやったらさ、2回耐えそうじゃね、身代わり走れごときのムンフォあったら、まあ、瞑想詰めは少なくとも絶対大丈夫だと思ってて、これも実質やってること、まあ、無限ダイナではないな、マジカルフレームではないから、あっさに消えるか。結局でも身代わり残して上から瞑想してっていうムーブがさ、強くないっすか。もう一回身代わりでいい。で、まあ、自箱出てくるのも OK で、きついのはね、トラータワンウェポンになる以上、ゴーストタイプがやっぱりきつくなってくるんだけど、そこを、まあ、裏でなんとかするっていう感じかな。ハチマキドラパはちょっと地獄だったね。二度とハチマキドラパと当たりたくないと思ってるけど。まあ、だから、ピクシー投げれてれば全然ケアできてるから、まあ、そんなにいいかな。ここ、ただね、身代わりがある以上、タク的にはこっちめちゃくちゃ有利だから、一回はトラータ打っていいんじゃないか。別にまあ、打つ理由もあんまないけど。暇だし。まあ、やけどダメージ一回分くらいは削れたない。プレス。これ、プレスの BB 枯れる方が早いんじゃない？だと、ドラパ引きが相手はどっかで絶対ちらつくから、普通の技を打つんだよね。プレスじゃない。そのドラパに通る技は絶対打ってくるから。プレスの一貫切れてるの、でかいな。ここはまあまあ、まず身代わりで。あ、多分ね、プレス別に致命傷にならないでしょ。焼けてるから受かるんだよな。焼けてなかったらちょっと、心配な感じはあるけど。まだ身代わりでいい。まだ身代わりでいい。なんか困ったこと起きても、トライアタックがこいつ4割になってるから、なんか引く野郎で生きていける。先延ばし癖のある僕にとっては、すごくぴったりなポケモンだよね。今、決断をしなくても、後で運で何とかしてくれるんじゃないか、何とかなるんじゃないかっていうのが通用するから、プレス連打か。身代わりもそうだよな。先延ばし、タクの先延ばしマジで、しっくりくるもん、なんかやってて。一番、ああ、これが、これこそ僕の天職なんだなっていう、決断とね、択を先に伸ばして、じり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 、先に行くっていう。ここ産んでいいね。なおかつしかもここプレスでも別に大丈夫だから。ね、多分受かるぞ。で、ワンチャンここね、ドラパに通る技押してると思うんだよ。ドラパ削んないと。まだプレスか。焼けてなかったらちょっときつかったかな。焼けてるおかげで、だいぶ楽勝になってるけど。これで余裕なことが分かったため、自爆はこれで待って死ぬでしょ？足でも大丈夫。何がまずいって、瞑想しとくべきだな。ガブが多分嫌なんだよな、こっから。まあ、身代わりでよかった。いや、プレスは別に食らってもいいから。しっかりと。ああ、はいはいはい。鉄壁持ってる人。まあ、これでダメージ量が、あれになったね。ああ、まあ、だったら卵でもよかったけど、まあまあまあ、残飯持ってるから。ここドラパルト引いていいでしょ。で、こうすると、まあ、こっから多分困るのガブリアスなんだけど、ガブは展開できない、さすがに。ドラパが盤面にいる以上は。はいはいはい。だいぶハピでいじめれてるね。で、ここはまた放射打っていいか。足で出てくるんだったらまた引けばいいってか、多分まあ切るでしょ。さすがに、自爆は。ああ、処理できる。自爆死ぬ。ここガブから入れないでしょ。まあ生これ止めれるから、数的有利作っちゃえばね、一回だったら絶対止めれるっていうのをそこで使えば大丈夫になるから。あー、こいつか。ここでこいつか。
このキューコンさえちゃんと処理できれば、あとはハピナスのお時間になるから、多分バンキっていいんじゃないかな。で、相手ダイマックスしちゃうとレイド打てなくなって、ハピに身代わり残され放題になるから、で、晴らせるから助け残るんだよね、何打たれてても。で、上から一発入るから、オッケー楽しいこのゲーム。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。この試合はどうなんだろう、ハピナマコ両方まあまあ活かせるんじゃないか。相手がガブ投げてきてくれてればの話だけど、でもそれだったらピクシーでいい話あるよな。ナマコわざわざ持ってく理由ないか。ゴリランダ考えてもそうだね、ピクシーでいい。まあ、ナマコ節がね、意外とシンプルにエスバのヒザヒザが浮かんないとか、そういう結構難しさがあったりするんだけど、まあその辺を攻め駒をね、絡めてっていうところで。ただまあまあ、この試合は多分、ゴリランダはね、結局、生講師、どうあがいても無理だから。で、そうするとガブがいるんだけど、まあガブに対しては多分、ランドピクシーって投げれば、それで解決してるんだよね。ドラピオンは、ここは別に自信打っていいか。通りいいし。人も出てくるのはまだ OK で。ここ下手にトンボ返りとか押して、ドラピオンの処理に一番困るのが嫌だから、自信で正解だと思うんだよね。しかもドラピオン死んだし、普通に。まあ、どうなんだろう。あ、引けなかったんかな。ああ、まあそれは引けないだろうね。確かに。確かに。ここで足で出てくるなら、それは、ちょっと引くことはできないね。で、こういうゴーストタイプいない構築に対してはね、ハピが身代わり持ってんのがめっぽう強い。熱湯、はい。焼けないに越したことはない。これに越したことはない。またあれだな、さっきの試合と同じ展開になっちゃったね。まあ、ガブが出てきた時にどうするかって話だけど。はいはいはい。まあ、スケールショットがまあまあ困るけど、ここだよな、マジで。悩ましいの。シンプルにトラート打った方がよかったか、今んとこ。ああ、でも多分、これは、トラータで削って、で、ピクシーを捨てながら投げる形になると、ガブリアスにね、スケールショットさせないまま、ランドロスが再登場できるから、相手浮かんないんだよね。で、こうシンプルに殴ってくるのは、タマーハイ。まあ、トラータでこれで、焼いたりすると、世界が僕のものになります。なりません。また、これならこれでね、あれなんよね。ここ、いや、相手自信押さないでしょ。ここピクシー行くわ。ランドロス考えると多分、まあまあまあ、剣舞の話はあるか。でもそうやったらピクシー大魔切るよ。剣舞。ピクシーの大魔考えるとダイヤス相手押したいはずで、そこにランドロスを投げたいみたいな気持ちがある。それで行こう。威嚇入る。まあ、もう一剣舞はさすがにないんじゃない？多分だけど、相手のダイマを強要してるはず。足で引くならそれはそれで別に構わないから。好きにやってくれって感じで。ここドラグン打てるはさすがにないと思うよ。ああ、ダイマ切ってるね。これもな、なんか全部読まれると、普通に死ぬんだけど、そういうことあんましたくないよね。でも、もうなんかしょうがない気がする。ガブリアスもだからドヒド無道でさ、ダイバーンにはドヒド投げて、アーセンは無道投げてで、ね、ダイマックス枯らして受けるしかないんじゃないかっていう。オッケーだね。完全に思う通りの、思うツボになった。ここどうするかな。一角入ってるから、大丈夫になってるとはいえ、トンボ、アースクラピクシーさすがに一発は耐える。ランド出てくる。ダイマックスを枯らして、ランドロスを着地し直して、ドラグン打ちに行けばいいから、ここはアース打たれてもいい。
え、多分ランドのスカーフバレてない。あ、ドラピオンってどんぐらいやっけ。ドラピオンはポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチに存在しないポケモンだから、僕素早さ取得知らないんだよね。だから相手がスカーフって分かってるのか分かってないのかわかんないけど、この辺は5割の択なので、あー中間的なので来た。まあまあまあ、これはただね、ピクシー死なずに済むのと、相手は6連打でよくて、玉ダメも入るしな。まあ生き残ったら美味しいからトリック押しとくか。ここピクシーの大フェアリー考えると、アースしか打てなくねって言おうとしたけど、普通にロックあったわ。まあいいですよ。これは。これででもダイマックスターン枯れるわけで、うん。玉で削れる部分もあるから、こっち有利なんじゃないか。これでランドロスで縛れてると思うんだよな。ダイマックス切らせれば、スケールショットできないから、餌上がんないっていう。ガブリアスダイマックス切りながらな、餌上げれてたら、すごかったと思うけどね。さすがにでもそれができたらちょっとなんかやりすぎな気がしてたね。これ、これで、等倍に戻ってるよね。相手。うん。間違えた間違えた。これで、ジェット打っていけばいい。まあ、突っ込んでるのは勝ちだね。引いててもまあ、走りが結局、ランドジェットジェット受かんないから。いや、初手でドラピオン取れたのでかかったな。ランドロスで。もうとにかくハピナス回だったわ。今回の動画。身代わりあるハピナスが結構強いっていう。あと、ドラバとミミッキに困るんだけど、ミミッキは当たってないから分からんけど、ドラパルトは割となんとかなるんじゃないか。なんとかなった気がする。そのための、身代わり持ちが結構きついけど、そのための僕もね、すり抜けドラパなので。で、アシレーヌは、ハピナスの敵じゃないから、まあ、ランドロスで削って、みたいな感じで、いいんじゃないですか。ワームでいいか。まあ、降参でしょ。まだやる。いいですよ、全然。まだやりますか。だったら、アース打てばよかったかな。なんか、こっからやばい技、突然打ってきたりするのやめて。耐えるよね。焼けんなよ。焼けてもいいけど、ここはもう。これちょっと危ないな。これね、慢心せずにね、アース打ってこう。悪事あるかな。悪事はいいな、別にあっても。それ、残飯のその方でも結局、厳しくないか？アースは無理だったわけやし、アース打てばよかったわ。いらんことした。なんか突然瞑想してきてやばいこと起きたらどうしようとかって思ってたけど、いらない心配だったね。アース結局 D 上がるんだし。まあ、ハピナスで処理しちゃう別に同じことではあるけど。まあ、こっから。ああ、これなんかちょっと余計なことしたっていうか、急所の負け筋引いたかな。まあ、余計なこと、だいぶいらんことしたな。アースよかった、シンプルに。まあでも上から動けるっしょ。ああ、足での方が早いかな、ああ、ハピナスの方が上から動く。身代わりとか晴らせなければ大丈夫で、焼くなら絶対大丈夫だわ。危ねえ、目座ったじゃん。なんでアーサースしなかったの、僕。なんかちょっと、選ぶってさえいないよな、ワームをしてんの。まあまあいいっすけどね。勝ちなんで。4割だからね。さっきから、僕のハピナス、トラータ、運良くねみたいになってるかもしれないけど、4割だからね。問題ないです。これは勝ちでしょう。まあ、麻痺ってもいいし、氷は熱湯されちゃうから、あんま美味しくないけど。何引いても良かったわけだからね。いいですよ。OK。ちょっとハピナス、かなり型開拓できるなこれ。おもろいわ。GG ってことで、お疲れっす。